90階まで来たけど、階段は途切れているし、この階で上へ行く方法を探すしかないか。それにしてもキリトは無事だろうか。もしかしてアリスに切られてしまったなんてことがあれば。いや違う、キリトは何があっても切られない。あの強く優しい心で人の心を溶かすことがあっても。夢だ。僕は一体何を心配しているんだ。それにしてもなんだか暖かいな。ここは浴場？悪いけど少しだけ待ってくれねえかな。なんせさっき王都に着いたばかりでよ。聖光騎士、ここで出くわすと。待たせたな。さてと、お前さんとやり合う前に一つだけ教えてくれねえか。何ですか？そのなんだ、副騎士長はファナティオは死んだのか？生きてますよ。そうか、ならお前さんの命までは取らないでおこう。なぜです？ファナティオは俺の弟子だ。弟子が殺されたならその仇くらい取ってやんねえとっていう、そんだけの話さ。ちなみにあなたを斬ったら次は誰が仇討ちに出てくるんですか？安心しな、俺に師匠はいねえよ。聖号騎士長ベルクーリ・シンセシス1、参る。王子様、よかった、チュデルキンの石化術は解けているようですね。王子様、ベルクーリ閣下。起きてください、王子様。よし。おお、もう朝か。ご無事で何よりです、王子様。ジョーちゃん。王子様、お伝えしなければならないことがあります。話してくれ。以上が事の顛末です。そうか、あの最高司祭殿がな。おじさま、よく頑張ったな、嬢ちゃん。辛い役目を負わせてすまなかった。いえ、私は。それよりもおじさま、騎士たちへは一体何とお伝えしたら。聖号騎士が記憶を奪われた人間であること、その事実を除いて全て話す。騎士のほとんどは自分が天界から召喚されたと信じきっている。たとえ偽りだとしてもそいつらにとっては紛れもない事実で、精神的な拠り所でもある。それを失った騎士がまともでいられるとは思えない。だからこの問題に関しては時間をかけて伝える必要がある。納得できてねえみたいだな。ジョーちゃんは全てを話すべきだと？いえ、そうではありません。たとえ騎士たちを守るためとはいえ、その事実を秘匿することには大きな責任を伴います。おじさまはこれまでも多くの責務や苦悩を抱えてきました。これ以上ご自身の負担を増やすのは。構わねえさ、それが俺の仕事だ。それにジョーちゃんには最高司祭殿に剣を向けさせる役目を負わせちまったしな。
これくらい俺に背負わせてくれ。わかりました、ベルクーリ閣下。よし、そんじゃ騎士たちを集めるか。忙しくなるぞ。